こんにちは。点売大堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンで儲ける方法を教えたい。しかし、OG にはまだ早いというね、記事です。えー、オーストラリアアマゾンの物販が始まりますという記事を読んでね、えー、自分も教えてほしいという、えー、リクエストを、えー、何件かいただいてるんですけど、まあ、それは当然ね、オーストラリアに住んでればネットが不便、物価が高いっていうのは重々わかってるんで、 オーストラリアアマゾン始まったら面白いなというのはね、やっぱりセンスの言い方ならすぐに感づくところです。ところがですね、転売アカデミーのノウハウは日本、あるいはね、アメリカか中国でも儲かってます。に住んでいる場合に有効なノウハウです。アマゾン、オーストラリアが始まるまでは、オーストラリアに住んでいる場合は稼ぎにくいです。転売はですね、物価の安い国から 物価の高い国に商品を輸出するのは簡単に儲かります。しかし、物価の高い国から物価の安い国に商品を輸出するのは、ちょっとややこしいことをしないと儲かりません。でね、まあ、世界第3位の経済大国、日本と、ね、いうこと言われてまして、まあ、1位はぶっちぎりでアメリカですねで。オーストラリアは、えー、経済規模自体は、まあ、世界13位。まあ、大したことないと。まあ、ところがですね、 一人当たりの所得を見ると、オーストラリアは世界第10位、ね、アメリカは7位。ところが、日本は26位と、ねえー。だいぶオーストラリアとかアメリカよりも、一、えー、人当たりの、まあ、人件費というのを考えると安い。まあ、これがね、大体物価の差になってますね。で、一方、まあ、仕入れの、ねえー、中心になっている、まあ、中国。これはもう一、えー、人当たりの。 GDP は低いです、8000ドル台ですね。だから、経済規模は今や世界第2位、そして人件費は1人当たり安いと、だからね、仕入れの場所として、中国が向上というような地位にいるわけです。それで、アマゾン輸出の場合はですね、物価の安い日本から、日本より物価の高いアメリカに輸出をするので、儲けやすいというわけです。 でサポートの費用がですね、えー、入会金20万、半年のサポート費用30万、えー、合計50万のコンサルティ費用をもらってますけど、まあ、1年も経たずに回収が終わってるというのがね、えー、現状です。まあ、これやっぱりね、えー、やること単純で非常に成功率が高いと。で私の方もまあ丁寧に教えている。なぜ丁寧に教えられるかというと、まあ、実質商品選びとね、えー、a z o n の操作の方だけなんで、まあ、丁寧に教えても大丈夫と。 ね、いうような形なんで、お互いにいい感じで設けていただいてます、まあ。ところがね、これ、オーストラリアで今からね、物販やって、まあ、じゃあ、あのー、慣れといて、で、オーストラリア、アマゾンに備えようとなるとですね、今はできることが3つ、ね。例えば、オーストラリアのものを日本に輸出する。で、これは販売はネットショップです。まあ、なぜかというとね、えー、オーストラリアにあって、 まあ高い人件費でね、えー、まあ珍しいもの、まあ、具体的にはまあ狙い目としては鉱物とかね、鉱物と石ですね、とか、えー、まあダイヤ、ダイヤはないか、えー、宝石という意味なんですけど、パルとかのですね、これはちょっとアマゾンなの、ヤフオクで売ったんでは全然儲かんないんで、ネットショップで売らなきゃいけないと。まあ、ちょっとね、ネットショップを作るというのは、アマゾンで売るのとは訳が違うんで、まあ、かなりややこしいです。時間もかかります。 あるいは日本のものをオーストラリアに輸入すると。まあ、販売は eBay で売る。まあ、これね、えー、日本にポチかセバスチャンのように働いてくれるボランティアが必要です。えー、商品をね、えー、結構、まあ、細かい商品とかね、チェックが必要なんで、まあ、この部分をちゃんとやらないとね、売り物になんないものをね国際輸送費かけて輸入しちゃったということになったりね、直送したらクレームがついたということになりますんで、まあ、かなり、えー 自分の言うことをよく聞いてくれる人がいて、しかもある程度商品の、えー、その扱う商品の知識はなきゃいけないと。まあ、これまたね、なかなか適任な人を見つけるのが大変な作業ですねで。3番目、オーストラリアのものをアメリカやシンガポールに輸出すると。まあ、別にアメリカやシンガポールじゃなくてもいいんですけど、要は eBay で世界中に売るとで。これは商品探しがうまくいけばいいんですが、 物価が高くてね、市場規模の小さなオーストラリアで、商品を探すのは難易度の高い作業です。まあ、つまりね、どれも今できることだと、オーストラリアに住んでいる場合、初めての物販にはハードルが高いと。ねまあ、私もオーストラリアに来てすぐに、まあ、3年前に来たわけなんですけど、まあ、すぐにこの事実に気づいてですね、オーストラリアでは物販を教えるのは諦めようと思ってね、まあ、普通に住んで日本の方対象にサポートしてました。 そんなわけで、まあ、今ね、難しいこのことをやって、やっぱ物販やっぱ難しいよと、ね、堀、えー、に聞いても儲かんないじゃんというね、えー、ことになるよりは、えー、オーストラリアアマゾンが始まればね、もう簡単に、えー、儲けることが可能なんで、まあ、それまでね、えー、待っていただいた方がいいかなというふうに思います。で、オーストラリアアマゾンの開始に備えてですね、えー、仕入れの仕組みのパワーアップなども考えています。まあ、何しろ、 まあ高く売れるんで商品の選定基準とかね、えー、甘くて大丈夫なんで検品はそんななくてもいいんですけど、まあ、でもできればね、えー、ある程度の検品できて安い商品を選ぶ仕組みが欲しいなとでこれね日本でフィギュアとかを買ってそれを検品してって仕組みはね過去3度ほどチャレンジして失敗したんですけどまあ中国商品だったら元が安いし販売値段も安いんでね でこの仕組みが作れるんではないかというのでね、えー、まず中国から、えー、仕組み作りに行ってみようかなと思ってます。まあ、それまで、こちらクリックしてですね、メールマンガに登録して、オーストラリアアマゾンの開始を今しばらくお待ちください。ねまあ、日本の方はメールマンガに登録して、まあ、オーストラリアアマゾンの開始に備えてください。でまあ仕入れのまあ候補地なんですけど、まあねオーストラリアがなぜ、えーまあ アマゾン物販が始まればチャンスか。逆に言うと、今、今あるものだと儲けにくいかというのがね、これを見ながら考えたらよく分かりまして、この経済規模がやっぱ大きい地域は商品がたくさんあると。アメリカ、中国、日本、ドイツ、イギリス、フランス、これどこももう転売商品の仕入れ場所としては理想的な場所なんですね。その条件としては、 人件費があまり高くないというのも必要なんですね。まあ、アメリカはね、えー、人件費は高いんですけど、逆に物が溢れてるんですね。安いものを探そうと思えば探せるという地域です。そうなってくるとね、やっぱり今まで、えー、全くスルーしてた、日本で仕入れでね済んだんでスルーしてた中国、まあ、仕入れ場所としてはやっぱり理想的な場所なんだなというのがね。 え眺めてて気づきましたし、まあ、オーストラリアアマゾン始まった際はですね、えー、日本の商品をこう小口で仕入れて売るのもいいんですけど、まあ、中国商品をね、えー、売れるものにガンガン入れて、えー、一気に稼ぐというのもね、魅力的だなと思いまして、まあ、ちょっと中国商品、ね、扱ってみようかなと思ってます。まあ、そんな形で、まあ、仕入れもパワーアップする予定なんで、えー、と仕入れの仕組み、ですからね、天満アカデミーのサポートを受ければ、 仕入れもかなり楽になるという仕組みをね、オーストラリアアマゾンに合わせて作る予定ですんで、オーストラリア在住の方は、えー、まあね、楽しみなのはわかるんですけど、今から準備できることは正直ね、あんまりなくて、えー、めんどくさいことやってね、嫌になっちゃうよりも、えー、楽しみに待ってていただいた方がいいかなと思いますんで、オーストラリアアアマゾンの物販を今しばらくお待ちください。以上、転売王、堀秀夫でした。